島市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、今日はですね、令和元年の9月15日22時21分です。今日はですね、ちょっと皆さんにアンケートの方協力いただきたいなと思って、この番組の方をさせていただいております。まず、内容につきましては、これですね、公認候補への、政治活動用ビラと、撃退シール配布の提案という形で、まずはお話しさせていただきます。まずなぜこのようなことを、提案しようかと思ったのが、私がですね、来年の4月の鹿児島市議会議員選挙に、党の方から公認の方をいただいて、立候補する予定ではあるんですけれども、まだ半年以上あるんですよ。なので、できればですね、早いうちから、N 国党ではおなじみなんですけれども、駅前だったりとか、人通りの多いところで、政治活動用のビラと、あと撃退シールの、街角での配布というのをしたいなと思いまして、牧原さんがされていらっしゃいますネット選挙株式会社の方に、私の顔写真と電話番号の入った、政治用のビラと撃退シールですね、これを依頼の方をかけました。これがお盆前ぐらいだったので8月の12、13日ぐらいだったと思います。で、実はですね、今日ビラの方は届いてたはずなんですけれども、ちょっと、不在票で受け取れなかったので明日受け取る予定です。なんだかんだでですね、やっぱりちょっと1ヶ月ぐらいかかったんですね。で、その間っていうのはやっぱり撃退シールの配布だったりとか、ビラ配りっていうのができなかったので、それでですね、こういうことをちょっと提案したいなと思ったんですけれども、まずですね、現状の問題点としましては、個人の名前入り、顔写真入りのものを頼むとやっぱり1ヶ月ぐらいかかってしまうので、その間、活動ができないと。で、提案としましては、党のですね、汎用のビラ、立花党首だけが載っているものだったりとか、党のコールセンターだけが書いているものですね。これというののストックを大体、1万枚ほど用意しておいてもらって、公認候補者が、希望をすればですね、例えば上限を1000枚とかっていう限定をして無料で、渡して、事前のですね、街頭でのビラ配りやシール配りっていうのをやってもらうと。で、これの、メリットデメリットありまして、まずメリットとしましては、撃退シールを広く、全国でですね、それで配布することができるので、NHK 被害に資金に被害に遭っている方に対して周知が行えるということがまず1点目で、2点目が、選挙があるエリアで実際公認候補が配るわけですから、その実際の選挙での N 国党の知名度が上がって得票数が増えるということも予想できます。で、3番目ですね、これは、公認候補がビラ配りをしている、撃退シールを配っているということで、それ自体が一つの実績になるので、実際の選挙の時の PR ポイントにもなるということで、4番目がですね、その政治活動を事前の、活動をしている時に、ボランティアの方にも手伝ってもらうことで、実際の選挙の時のビラ配りだったりですね、ポスターを貼ったりする時の、ボランティアリーダーとなる人を、事前に見つけることができる、集めることができるということで、5番目がですね、そのボランティアに参加された方の中から、例えばまた近隣の、市町村の中で、私もじゃあ立候補をしてみたいという方が出てくる可能性もあるということですね。で、逆にデメリットはとりあえず3つありまして、まず1つ目、やっぱりタダではないので、ビラもシールもやっぱり予算がかかるということで、2番目がですね、やっぱり1万枚とかまあ、2万枚とかってなってくるとやっぱりそれなりに場所を取ります。なので、保管場所がかかるということ。あと3番目がですね、やっぱりそれを受付をして、発送して在庫管理をしてってなると、担当者っていうのの負担が増えるということ、この3つがデメリットかなと思います。でそのデメリットの、対策として考えているのが、まず予算については大体ビラと撃退シール1万枚ずつ、作るとなると大体ですけれども16万から17万ぐらいになるんじゃないかなと思います。で例えば党の予算が余裕があればですね、それは多分議会の衆議院があって、その次の3年後の参議院があって不利に政党助成金がもらえるようになれば、全額党の方で負担できるだけの余裕ができるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりそこまではですね、結構党の活動資金っていうのも立花党首の YouTube の、なんですかね、広告料というか再生に対しての YouTube 側からの収入っていうのも含めて結構トントンで回っているような状態なので、党の予算に余裕ができるまでは例えば上限をもうちょっと減らして、配布するとか、もしくはその減額分の費用っていうのを、公認候補者の人が、支払いをして、送ってもらうと。在庫の方を持っていればお金さえ、振り込みすればすぐに送ってもらえるっていうメリットがあって、個人の作るまでに1ヶ月以上下手すりかかるので、その間党の汎用のポスターで、とりあえずは活動することができるということが、あります。なので、1点目のデメリット予算については、候補者本人がお金の負担をする。で、2つ目は上限の方を減らして少ない枚数は無料で配布できるようにするということで、2番目のですね、保管する場所が必要になるということ。あと3番目のですね、受付発送担当の、負担が増えるということに関しては、今現職の議員の中でホームページ担当だったりとか、党の直接民主主義のシステムの担当だったりとか、あとはレクレーションの担当だったりとか、各々の係の方を決めて、担当してもらっている議員さんいるんですけれども、まだ担当が決まってない方の中である程度ですね、自宅だったりとか事務所にスペースを確保できる方がいらっしゃるんであれば、そういう方に担当してもらって、係として受付窓口としてやっていただくということができるんじゃないかなと思っております。私の中の提案としては以上のようなものになるんですけれども、例えばもっとこういうふうにした方がいいんじゃないかとか、もしありましたらコメント欄の方に書いていただければ、また修正したものをですね、出していきたいと思うんですけれども、とりあえずはですね、18日水曜日ですね、第1回の定例の総会、参院会館で多分現職の市議の方、議員の方が、入れるものじゃないかなと思うんですけれども、第1回目が18日の水曜日にあるはずなので、そこでですね、現職の議員の方にちょっとこの提案をお願いしたいと思っております。なので、そこまでにちょっとより良いものに修正できるんであれば修正したいと思うので、何かこれ以外にもいい案があったりとか、ここをこうしたらいいんじゃないかっていうのがありましたら、ぜひコメント欄の方にお願いいたします。はい、であとアンケートなんですけれども、もし仮になんですけれども、1ヶ月後にある選挙に、あなたが公認をもらって立候補をすることになった場合、仮にですよ、そうなった場合に、事前の活動として、ビラだったりとかシール配りを、やりたいかどうかっていうのをアンケートを取らせていただければと思います。で、まず1番目の回答としては、もしビラとか、シールを無料でもらえるんだったら慈善活動をしたい。で2番目は、お金を出してでもやりたい。例えばさっきは1万部で言いましたけど、大体、1000部ぐらいずつであれば、大体1万6000円から1万7000円ぐらいの負担をしてもらって、送料を含めれば多分1万8000円ぐらいの、負担をしていただければ、1000部ぐらい送ってもらって、それを事前に配る。で余ったものに関しても選挙が終わった後は普通にまた政治活動として配ることができます。で、3番目ですね、そもそもビラとかシール配りっていうのはやりたくない。で4番目は、わからない、どうしたいかわからないということで、この4択で、1つ目が無料でもらえるなら、やってみたい。2番目はお金を出してでも、1万7、8千円ぐらいの負担だったらやりたい。で3番目が、やりたくない。で4番目がわからない。こういう形で、アンケートの方、右上のアイマークのところにですね、押していただいてアンケートの方を選んでいただければと思います。はい、できればですね、ちょっと18日なので、すいません、今日が15なので17日ぐらいまでに、アンケートの方をちょっと締め切らせていただいて、それで、話をしていただけるという議員の方にそのアンケートの結果も伝えて、参考意見として党の総会の方に話を出してもらいたいなと思っております。以上です。はい、では、鹿児島市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。